本チュートリアルを視聴する前に表示されている URL から資料とデータをダウンロードしてください。ホイールの概要を説明します。ホイールは理科学研究所で開発された階層分散並列型ワークフロー構築実行支援ソフトウェアです。ウェブブラウザ上でコンポーネントと呼ばれる四角いパーツを線でつなぐことでワークフローを構築できます。 ホイールの特徴を紹介します。一つ目、ホイールは、シェルスクリプトだけで作成が困難な、複数の計算資源にまたがる、複雑なワークフローをウェブブラウザで作成できます。二つ目、ターミナル上のコマンド実行なしで、ジョブを投入し、結果を取得することができます。三つ目、パラメータスタディ専用のエディタを内蔵しており、容易にパラメータスタディの大量ジョブを自動実行できます。 ホイールは2016年に九州大学情報基盤研究開発センター小野教授の発案により作成された SWF をもとに2017年に理科学研究所で開発が開始されました2020年には OSS 化され現在も改良が進められている OSS のワークフローツールですホイールを商用目的に利用する場合理科学研究所との契約が必要ですそれ以外は フリーで利用できる BSD ライセンスとなっています。ホイールのシステムはウェブブラウザで動作する GUI とホイールサーバで構成されています。計算資源にはホイールサーバからジョブ投入を行います。計算資源にホイールのプログラムなどをインストールする必要はありません。計算資源は SSH 接続が可能な資源なら何でも利用可能です。 また、複数の計算資源を登録することができ、ワークフローの計算内容に応じて、ジョブの投入先を切り替えることができます。ホイールでは、ホイールサーバが起動しているマシンをローカルホスト。計算資源をリモートホストと呼びます。また、ユーザ PC にホイールサーバを起動することも可能です。しかし、長時間かつ繰り返しを含むような複雑なワークフローを実行する場合、 ホイールサーバを常に起動しておく必要があるため、24時間起動しているサーバマシンにホイールサーバを起動することを推奨しています。ホイールの起動方法は、チュートリアルビデオ説明資料や GitHub のホイールマニュアルを参照してください。ホーム画面について説明します。ホイールでは、ワークフローをプロジェクト単位で管理します。ホーム画面では、プロジェクトの作成、管理を行います。 プロジェクトの新規作成手順を説明します。ニューをクリックします。プロジェクトの作成場所を選択します。プロジェクトネームとプロジェクトディスクリプションを入力し、クリエイトをクリックします。新規作成したプロジェクトが表示されます。プロジェクトのオープン手順を説明します。 プロジェクトを選択します。オープンをクリックします。選択したプロジェクトのワークフロー画面が表示されます。左上のホイールをクリックするとホーム画面に遷移します。プロジェクトのインポート手順を説明します。インポートとは、プロジェクトリストから削除したプロジェクトや、他のホイールサーバーで作成されたプロジェクトを読み込むための機能です。 プロジェクトを選択していない状態でオープンをクリックします。インポート対象のプロジェクトディレクトリを選択します。オープンをクリックします。選択したプロジェクトのワークフローが表示されます。プロジェクト名の変更手順を説明します。対象のプロジェクト名をクリックします。プロジェクト名を変更します。 Enter ーキーを押します。対象のプロジェクト名を変更できました。プロジェクトの削除手順を説明します。プロジェクトを選択します。Remove をクリックします。確認ダイアログが表示されます。Remove をクリックします。選択したプロジェクトが削除されました。プロジェクトを削除せずにリストから除外するときは Remove from List を利用します。 リモートホストエディター画面について説明します。リモートホストエディター画面では、ホイールサーバー外の計算資源を登録、管理します。リモートホストエディター画面を開く手順を説明します。右上のアイコンをクリックします。リモートホストエディターをクリックします。リモートホストエディター画面が新規タブで表示されます。 リモートホストの登録手順を説明します。ニューリモートホストセッティングをクリックします。ラベルを入力します。ラベルはユーザー任意の名称で構いません。ホストネームを入力します。ホストネームはリモートホストの IP アドレス、またはリモートホスト名です。ポートナンバーを入力します。 SSH 接続用のリモートホストのポート番号です。デフォルト値は22です。ユーザー ID を入力します。リモートホストに登録済みのユーザ名です。ホストワークディルにリモートホスト上の作業ディレクトリのフルパスを入力します。ホストワークディルはホイールがワークフローの実行のために必要なリモートホスト上の作業ディレクトリです。認証方法を選択します。 パスワード認証の場合、設定する必要はありません。鍵認証を利用する場合、Use Public Key Authentication にチェックし、Private Key Pass に秘密鍵を設定します。ブラウズをクリックして秘密鍵を選択します。チュートリアルビデオ説明資料を参照してホイールを起動した場合、SSH ディレクトリの配下に秘密鍵が格納されています。 ジョブスケジューラを選択します。リモートホストに対応しているジョブスケジューラをリストから選択します。なお、利用する計算資源に対応したジョブスケジューラがリストにない場合、ユーザー自身がジョブスケジューラの情報を追加することが可能です。詳しくは GitHub のホイールマニュアルを参照してください。マックスナンバーオブジョブズを入力します。 同時に投入できる最大ジョブ数の設定です。Q を入力します。ジョブ投入時に設定できる Q を間膜切りで設定します。OK をクリックします。新規登録したリモートホストが表示されます。接続テストの方法を説明します。対象のリモートホストのテストをクリックします。 パスワードまたは、秘密鍵のパスフレーズを入力して、OK をクリックします。接続できている場合、OK と表示されます。リモートホストの編集手順を説明します。対象のリモートホストの鉛筆アイコンをクリックします。編集したい項目を編集し、OK をクリックします。 対象のリモートホストを編集できました。リモートホストの削除手順を説明します。対象のリモートホストのゴミ箱アイコンをクリックします。確認ダイアログが表示されます。リムーブをクリックします。対象のリモートホストを削除できました。ワークフロー画面について説明します。ワークフロー画面ではワークフローの編集、実行を行います。 ワークフローを構成するコンポーネントの作成手順を説明します。左側にあるコンポーネントアイコンを画面中央にドラッグドロップします。コンポーネントを作成できました。コンポーネントのプロパティエリアについて説明します。コンポーネントをクリックするとプロパティが表示されます。バツアイコンをクリックすると プロパティを閉じます。ゴミ箱アイコンをクリックするとコンポーネントを削除できます。ワークフロー画面の画面切り替えについて説明します。ワークフロー画面は3つの画面を切り替えることができます。グラフビュー画面、デフォルト表示される画面です。ワークフローの編集を行うメインの画面になります。 別画面が表示されているときはグラフビューをクリックすると遷移できます。リストビュー画面、リストビューをクリックします。リストビュー画面が表示されます。ワークフローの実行状況が確認できる画面です。エディタ画面、テキストエディターをクリックします。ホイールに内蔵されたエディタ画面が表示されます。パラメータスタディの設定はエディタ画面で行います。 プロジェクトの保存ボタンを説明します。保存ボタン。プロジェクトを保存します。リバートボタン。プロジェクトを直前の保存状態に戻します。プロジェクトの操作ボタンを説明します。実行ボタン。プロジェクトを実行します。停止ボタン。プロジェクト実行を停止して、実行前の状態に戻します。クリーンボタン。 プロジェクトの実行から追加されたファイルを削除し、プロジェクトを直前の保存状態に戻します。ログエリアを説明します。ログエリアでは、ホイール自身の実行ログやエラーログ、また、ワークフローに含まれるシェルスクリプト等の標準出力やエラー出力を確認することができます。画面下部の矢印アイコンをクリックします。ログエリアが表示されます。 矢印アイコンをもう一度クリックするとログエリアが閉じます。パラメータスタディコンポーネントについてサンプルワークフローを作成しながら説明します。パラメータスタディコンポーネント以降 PS コンポーネントはパラメータ探索を行うためのコンポーネントです。パラメータ値を変化させた複数の計算パターンを並列実行できます。以降パラメータ展開と言います。 ホイールのパラメータスタディ用エディタを用いてパラメータ設定ファイルパラメータセッティング JSON を作成しパラメータ展開を行います PS コンポーネントを使用したサンプルワークフローの概要を説明します設定する項目内容はチュートリアルビデオ説明資料を参照してください PS でパラメータ設定ファイルを設定して PS 配下にあるタスクエコーパラメータのパラメータファイルをパラメータ展開します。タスクエコーパラメータではパラメータ展開後のパラメータファイルの内容を標準出力します。PS コンポーネントが実行される時のディレクトリ構成についてはチュートリアルビデオ説明資料 PS コンポーネントのディレクトリ構成を参照してください。 ホーム画面で新規プロジェクト、サンプル PS を作成します。PS コンポーネントを作成します。n a m に PS と入力します。PS コンポーネントをダブルクリックして PS 内部に入ります。タスクコンポーネントを作成します。 事前にダウンロードしたスクリプトディレクトリ内のサンプル PS から ecoparameter.sh とインプットをアップロードします。ecoparameter.sh はインプットの内容を標準出力するシェルスクリプトです。 input はパラメータが記載されているパラメータファイルです。スクリプトに echo p a r a m s h を設定します。ホストはローカルホストを設定します。ネームにタスクエコーパラメータと入力します。上の階層に遷移します。 パラメータ設定ファイルを作成します。PS コンポーネントをクリックしてプロパティを開きます。テキストエディターをクリックしてテキストエディター画面に遷移します。パラメータスタディセッティングをクリックします。画面右側にパラメータ設定項目が表示されます。Add new ターゲットファイルをクリックして表示された PS コンポーネント配下のコンポーネントの中から パラメータ展開するターゲットファイルを設定します。タスクエコーパラメータを選択し、ファイル名にインプットと入力して OK をクリックします。ターゲットファイルズにインプットが設定され、左側のエディタ画面には、 タスクエコーパラメータにアップロードしたインプットの内容が表示されます。続いてターゲットファイルのパラメータ展開する箇所を設定します。今回はイントバーの値を1、2、3と変更した3パターンのパラメータスタディを行う設定にします。パラメータ展開する箇所はユニークな文字列で記載されている必要があります。そのためパラメータ展開する箇所をパラムと書き換えます。 パラメータ展開する箇所をドラッグで選択します。選択すると、パラメーター図の下に選択した箇所が表示されます。正しくパラメータ展開する箇所が選択できていることを確認して、Add New Parameter をクリックします。表示されたダイアログでパラメータ展開する内容を設定します。min 2,1 max 2,3 ステップ2、1と入力してセーブをクリックします。プレイスホルダにパラメータ展開の設定が追加されました。以上でパラメータ設定は完了しました。セーブオールファイルズをクリックしてパラメータ設定を保存します。グラフビューをクリックしてグラフビュー画面に遷移します。 PS のファイル図にパラメータ設定ファイル、パラメータセッティング JSON が作成されていることが確認できました。PS セッティングをクリックして展開します。PS セッティングにはパラメータ設定ファイルを設定します。パラメータファイルをクリックして表示されたリストからパラメータセッティング JSON を選択します。ワークフローの作成が完了しました。 セーブプロジェクトをクリックしてプロジェクトを保存します。ランプロジェクトをクリックしてワークフローを実行します。ログエリアの stdout を表示するとパラメータ展開されたインプット内容が標準出力されていることが確認できました。以上で PS コンポーネントの説明を終了します。 PS コンポーネントを利用したオープンフォームのワークフローを紹介します。ホーム画面で 04PS をインポートします。パラメータ設定ファイルを用いてオープンフォームのメッシュサイズを変更した3パターンの計算を並列実行します。パラメータセッティング JSON をテキストエディターで開くとパラメータ設定ファイルの内容を確認できます。 PS コンポーネントの内部はオープンフォームの計算を実行する処理とポスト処理としてパラビュー画像を取得する処理がワークフローになっています。ワークフローを実行します。 実行後、リモートホストに計算したオープンフォームモデルのデータとパラビューで取得した解析結果の画像が表示の通り作成されます。以上で PS コンポーネントを利用したオープンフォームのワークフローの説明を終了します。これからステップジョブコンポーネントとバルクジョブコンポーネントの説明を行います。 これらのコンポーネントは、ジョブスケジューラー、富士通ソフトウェアテクニカルコンピューティングスイート TCS のステップジョブ機能とバルクジョブ機能をホイールワークフローから利用可能とする機能です。前提として、ユーザーがステップジョブやバルクジョブの実行権限を持つリモートホストのアカウントを持っている必要があります。 また、ステップジョブやバルクジョブを利用できるリモートホストを設定するときは、リモートホストエディタのユースバルクジョブやユーズステップジョブにチェックを入れて登録する必要があります。ステップジョブコンポーネントの説明を行います。ステップジョブコンポーネントは、ステップジョブを扱うためのコンポーネントです。ステップジョブとは、実行順序や依存関係がある複数のジョブのまとまりのことです。 ステップジョブの詳細は、チュートリアルビデオ説明資料や、使用するリモートホストのマニュアルを参照してください。ステップジョブコンポーネントは、ステップジョブに該当するステップジョブコンポーネントと、ステップジョブのサブジョブに該当するステップジョブタスクコンポーネントが存在します。ステップジョブコンポーネントに設定できる依存関係式のプロパティについて説明します。 ホーム画面で新規プロジェクトサンプルステップジョブを作成します。ステップジョブコンポーネントを作成します。ホスト2ステップジョブが利用可能なリモートホストを設定します。ネーム2ステップジョブと入力します。ステップジョブコンポーネントをダブルクリックして内部に入ります。 ステップジョブコンポーネントの内部では、ステップジョブのサブジョブに該当するステップジョブタスクコンポーネントしか作成できません。プリ処理、ソルバー処理の順で実行する計算を想定し、かつ、プリ処理が失敗した場合、ソルバー処理を実行しない依存関係を設定します。ステップジョブタスクコンポーネントを2つ作成して、それぞれ、ランプリ、ランソルバーという名前にします。 ランプリからランソルバーにつないで実行順序を設定します。続いて、ステップジョブ特有の依存関係式を設定します。ステップジョブの依存関係式は、先行ジョブに対する依存関係を設定するため、2番目以降のサブジョブに設定します。ランソルバーのプロパティを開き、ステップジョブセッティングからユーズデペンデンシーにチェックを入れます。 この時、ランプリとランソルバーをつないでいた線が点線になります。これは、先行ジョブであるランプリの結果によって、ランソルバーが実行される保証がないため、点線表示になります。ステップナンバーには、自動裁判されたステップ番号が記載されています。ステップ番号は、コンポーネントのアイコンにも記載されているため、プロパティを開かなくても確認できます。 デペンデンシーフォームに依存関係式を設定します。依存関係式の表記方法は、チュートリアルビデオ説明資料や、使用するリモートホストのマニュアルを参照してください。デペンデンシーフォームに依存関係式を設定します。 この設定は、ステップ番号0のサブジョブである、ランプリのジョブスクリプト終了ステータスが0以外の場合、以降のサブジョブすべてを実行しないという設定です。スクリプトの設定方法は、タスクコンポーネントと同様です。以上で、ステップジョブコンポーネントの設定方法についての説明を終了します。ステップジョブコンポーネントを利用したオープンフォームのワークフローを紹介します。 ホーム画面で05ステップジョブをインポートします。オープンフォームのデータをリモートホストで展開する処理を実行後、ステップジョブを実行します。ステップジョブコンポーネントの内部では、ステップジョブのサブジョブとして、プリ処理、ソルバー処理、ポスト処理が設定されています。 先行ジョブが失敗した場合は、後続コンポーネントの処理を実行しないように依存関係式が設定されています。ワークフローを実行します。 実行後、リモートホストに計算したオープンフォームモデルのデータとパラビューで取得した解析結果の画像が表示の通り作成されます。以上でステップジョブコンポーネントを利用したオープンフォームのワークフローの説明を終了します。バルクジョブコンポーネントの説明を行います。バルクジョブコンポーネントは、バルクジョブを扱うためのコンポーネントです。バルクジョブとは、 複数のジョブを同時投入し、実行するジョブです。PS コンポーネントと同様に、パラメータ設定ファイルを設定することで、パラメータ展開された複数の計算を並列実行できます。バルクジョブの詳細は、チュートリアルビデオ説明資料や、使用するリモートホストのマニュアルを参照してください。バルクジョブコンポーネントを利用した o p e n f o ー m のワークフローを紹介します。 ホーム画面で06バルクジョブをインポートします。パラメータ設定ファイルを用いてオープンフォームのメッシュサイズを変更した3パターンの計算をバルクジョブで並列実行します。ランバルクジョブのプロパティバルクジョブセッティングには PS コンポーネントの時と同様にパラメータスタディエディタで作成したパラメータセッティング JSON が設定されています。 ファイル図に登録してあるブロックメッシュディクトをパラメータ展開するターゲットファイルにしています。バルクジョブ実行時のディレクトリ構成はチュートリアルビデオ説明資料バルクジョブコンポーネントのディレクトリ構成を参照してください。ラン4では3パターンのオープンフォームの計算結果に対してポスト処理を3回繰り返し実行します。ワークフローを実行します。 実行後、リモートホストに計算したオープンフォームモデルのデータとパラビューで取得した解析結果の画像が表示の通り作成されます。以上でバルクジョブコンポーネントを利用したオープンフォームのワークフローの説明を終了します。